こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。スポーツの世界って突然覚醒する選手もいれば、覚醒せずにそのままの選手もいるよな。そうよね。大体、どの業界でも注目されるのは20代の若い人たちのような気がするんだ。だから、30代で覚醒して注目された選手がどのくらいいるのか疑問に思って。しょうがないわね。じゃあ、今日は30代で覚醒した選手を紹介していくわ。ゆっくりしていってね。ゆっくりベースボール。じゃあ、まずは和田和弘選手よ。藤川投手から打ったこの低い弾道のホームランが印象的な和田選手ね。和田和弘選手って言ったら、社会人野球を経て1997年の25歳でプロ初出場のドラフト4位だよな。そこから2001年までの5年間で、通算149安打だったんだけど、30歳になった2002年から打ちまくって、通算2050安打を記録し、名球会入りしたわ。通算2050安打?すごすぎるんだぜ。他に2000安打を達成した選手たちは、29歳時点で何本打っていたんだ?歴代最高安打数で見ると、1位はイチローで29歳の時点で1728安打、通算4367安打よ。2位は張本勲さんで29歳の時点で1546安打、通算3085安打よ。3位は野村克也さんで29歳の時点で1199安打、通算2901安打よ。4位は大貞治さんで29歳の時点で1378安打、通算2786安打よ。そして5位は松井和夫さんで29歳の時点で1558安打、通算2705安打よ。29歳の時点で全員1000本は超えているんだぜ。しかも、この時点でもう2000本は達成するだろうって匂いがする人たちなんだぜ。じゃあ次に、2000安打達成しつつも、29歳時点ではそこまで打っていない選手よ。ワースト5位はラミレスで29歳時点で491安打、通算2017安打よ。ワースト4位は金本智明さんで29歳時点で454安打、通算2539安打よ。ワースト3位は宮本慎也さんで29歳時点で404安打、通算2133安打よ。ワースト2位は落合博満さんで29歳時点で350安打、通算2371安打よ。すごい人たちばっかりだけど、29歳の時点ではまさか2000本安打達成するとは思えない安打数なんだな。でも、あれ?ワースト1位の人は?その中でひときわ本数が少ないワースト1位の人は、和田和弘さんなのよ。29歳時点で149安打、通算2050安打よ。本当に29歳の時点で149本って、達成者の中でも段違いに少ない安打数だよな。当時だったら、本当にここから2000本達成できるのかなって思っちゃう数字なんだぜ。ちなみに、落合選手の350本にもびっくりしたんだぜ。じゃあ、ここからどうやって和田選手が2000本達成したのか気になるわよね。気になるし、なんで29歳まで5年間149本しか打っていなかったんだって疑問なんだぜ。まあ結論から言うと、ポジションとして捕手に空きがなかったということよ。和田選手は入団当初キャッチャーだったんだけど、当時の西武には伊藤勤選手という球界を代表する捕手がいたから出場機会が少なかったのよ。でも、打率はかなり良かったよな。そう、だからこれはもったいないってことで外野手でも起用され始めるんだけど、プロ5年目でもまだ守備位置は一定していなかったわ。だけどプロ6年目の和田選手が30歳になる2002年、監督が東尾さんから井原春樹さんに代わって、ポジションが外野に固定されたのよ。そこから出場機会も増えて生涯打率303と打ちまくったってことか。そして2005年には首位立てを獲得しているわ。2000本安打も達成して、ベストナインにも6回選出されるな外野手になったってことなんだぜ。そして、和田選手もポジションを外野へ固定された井原監督は和田選手について、こう述べているわ。和田は優しい性格をしており、捕手には向いていないと感じた。一方、打撃は、306、16本塁打2001と光るものがあった。捕手より負担の少ない外野にすれば、打撃が生きると考えた。と述べていて、先日行方不明になった門倉健投手は、大学時代、和田さんは、僕が打たれても代わりに監督に怒られてくれる懐の深い先輩だった。と述べているわ。門倉選手は、原因は何かわからないけど、生きていれば絶対何かあるから、今はゆっくりして落ち着いたら、また少しずつ野球界に戻ってきてくれたらいいなって思うんだぜ。そうね。本人しかわからないことだけど、そうしてくれたらファンとしては嬉しいよね。次は、能見篤史選手よ。能見投手といえば、阪神の看板投手だよな。30歳になった2009年には13勝9敗、防御率 2.62 と自身初の2桁勝利も達成して、2011年にはあの巨人打線相手に7者連続三振も披露したんだぜ。
だけど、そんな能見投手も30歳で覚醒する前は、最初は先発で2008年にはリリーフに回ったということもあるんだけど、どちらにせよプロ4年目、つまり29歳までは良い成績は残せなかったわ。だけど、プロ4年目、2軍では11セーブ、リーグ2位、防御率 0.83 と活躍していたんだろ？そうよ。ただ、当時阪神は戦地層が厚くて優勝争いもしていたから、1軍の出場機会がなかったわ。だけど、2009年になって左投手の岩田稔選手だとか、投手陣に故障者が多数出てるのよ。そこで、1軍の先発ローテーションに入ったってことか。そういうことよ。すると急に13勝、防御率 2.62 と覚醒して、その後も先発で好成績を残すわ。でも、なぜ急に活躍したんだ？それは、本人曰く、2008年までは力に頼ったフォームで投げていたが、2009年からはしっかり遠出を振ることを意識し、打者のタイミングを外すフォームに改良した。とのことよ。能見投手には過去に、選手生命を左右する出来事があったんだよな。そうよ。でも、それを紹介する前にまずは高校の時の話ね。能見選手は高校時代、川口智也選手、井川圭選手らと共に、高校生左腕サンバガラスって呼ばれていて、能見選手を狙っているプロの球団ももちろんあったんだけど、大阪ガスの硬式野球部監督の竹村誠さんから熱烈な誘いを受けて、社会人の道を進んだんだぜ。だけど、肘の故障に悩まされて、なかなか結果を出せずにいて、ついに引退して社寮へ戻るという決断をするわ。だけど、当時監督だった湯川さんから、左肘が痛くても投げなさい。どうせなら、壊してやめないかと言われて、我慢しながら投げていたところ、なんとかなって、2004年のドラフトで阪神に入ったっていう流れよ。ってことは、この監督の思い切った言葉がなかったら、そのまま引退していたかもしれないってことか。もしかすると、そうかもしれないわね。そんな能見投手だけど、意外にも選手生命が長くて42歳となった現在も現役で、オリックスバファローズで活躍しているわ。うおうおう能見さん、愛してるんだぜ。次は、遠山昌司選手よ。遠山選手は、清原選手や桑田選手と同級生で、甲子園には出場していないんだけど、高校時代に対外試合で投手としては通算69勝3敗、ノーヒットノーラン11回。打者としては打率。440、35本の塁打とかなりの好成績を残していて、ドラフトでは清原選手を1位指名した阪神のいわゆる外れ1位で阪神に入団したんだよな。そうよ。そして、1年目は8勝5敗と活躍するんだけど、その後肩の故障に悩まされて、そこから10年以上不遇の時代を過ごして、なんと1995年には野手に転向するわ。転向してからは良い成績が残せたのか？いいえ。そこでも思うような成績が残せず、1997年にロッテを戦力外に。当時30歳の遠山選手にとって、これは絶望的な通告だったんだろうな。その年、現役への道を諦めきれない遠山選手は、古巣阪神の入団テストを野手として受けるわ。だけど、当時阪神の監督の吉田義男さんの要望でピッチングを披露したところ、なんと投手として合格。古巣阪神へ復帰することになったんだな、よかったんだぜ。これについて遠山選手は、しばらく野手として活躍していたおかげで、左肩の痛みがいつの間にか消えていた、と語っているわ。阪神復帰1年目の1998年には、登板機会がなかったものの翌年、阪神の監督に就任した野村克也監督の指導で、オーバースローからサイドスローに変更しているわ。それは知っているんだぜ。対左打者へのワンポイントリリーフで、起用されるようになったんだよな。それで、この起用が大成功したんだぜ。そうよ。遠山選手は、巨人の強打者松井秀喜選手を通算13打数ノーヒットに抑えるなどの活躍で、ゴジラキラーと呼ばれるようになるわ。松井選手は遠山選手について、顔も見たくない。メジャーへ行ってからも、打ち取られる夢を見た。って語っているんだぜ。さらに覚えている人も多いと思うんだけど、あの野村監督の奇策遠山火災スペシャルのおかげで、遠山選手は阪神にとって、絶対的に必要な看板選手になったわ。遠山火災スペシャルは、相手打者の左右によって、左投手の遠山と右投手の火災を使い分けて、例えば遠山選手が投げている時は火災選手が一塁を守って、火災選手が投げている時は遠山選手が一塁を守ることによって、投手を退場させずに一塁に止めて使い続けるという奇策なんだぜ。数々の選手を再生させてきた野村再生工場。30歳を超えて覚醒した遠山選手も、その中の一人よ。最後は、江夏豊選手よ。江夏の21球の選手で知られている選手なんだぜ。江夏選手も30歳を超えて覚醒してしまった選手の一人なのよ。江夏選手の成績は本当にすごいよな。プロ1年目からいきなり活躍していたからね。それで、プロ通算18年で206勝158敗よ。
防御率 2.49 だったわ。まさに怪物と呼ぶべき成績なんだぜ。だけど、30歳を大きく超えた45歳の時に覚醒してしまうわ。覚醒？あ、覚醒か。それで逮捕されて、裁判で野村克也さんと衣笠義雄さんたちが出廷して、情状酌量を求めるんだけど、あまりにも大量の覚醒剤を所持していたために、懲役2年4ヶ月の実刑判決よ。静岡刑務所に収監されるわ。最後は悪い覚醒だったんだぜ。今回のことについて、コメントが来ているから一部を紹介するわね。和田さんは29歳のシーズンまでの通算安打数が149本も、悪魔の契約によって神と引き換えに2000本安打達成を手に入れたというのは有名な話ですよね。30歳まで戦力外にならないことだけでもすごいのに、そこから結果を残すことはさらにすごいと思います。落合さんはボウリング選手やっていたし、プロ入り遅いからまだわかるけど、どっちかっていうと頭がボウリング玉みたいになりつつあった和田さんが30代で突然覚醒したのは、本当にすごいと思う。斉藤佑樹も32歳から復活してほしい。まだまだ応援したいし、アンチを見返して頑張ってほしい。以上が今回寄せられたコメントよ。世の中、良い覚醒と悪い覚醒があるんだな。いかがでしたか？この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。よろしければチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。